ストーラハマール石碑海が石碑あるいは国が石碑とはゲルマンテッキ時代やバイキング時代のスカンディナビアに建立された装飾を施した石板である。ほぼ石灰岩で作られており、その最多数がゴットランド島にある。今日400基以上が確認されており、おそらく全て記念碑として建立されたと考えられるが、ごく稀に墓地の傍らに建てられたものもある。 人目につくように道や橋のそばに置かれたものも存在する。ルーン石碑とは異なり、絵画石碑のほとんどは伝えようとする事象が絵画によって描かれている。ルーン飛文を伴うものもあるが、誰に対して捧げられたか刻まれることは稀である。言葉による説明を書くために、絵画石碑の解釈は困難になっている。スウェーデンの西海岸地帯に集中して見られる。 青銅器時代の岩石線画が自然の平面岩に刻まれたのに対し、絵画石碑は石灰岩を石板の形状に加工したものを用いている。何らかの記念して建立されたと考えられるが、死者数拝や埋葬習慣に旧景を持つと考えられている。石碑が建立当時の場所にそのままの姿で発見されることは、ごく稀で、キリスト教伝来後の破壊死や、 境界の石材として再利用される形で見つかっている。絵画石碑の各グループに見られる代表的な形状の図第1、グループの石碑に見られる渦巻き模様、第2グループに属する小さい絵画石碑第3グループ。スレープニルに起乗したオーディンがバルハラへ帰還する場面の細部。シェングビーで石碑絵画石碑の年代は、形状と装飾の研究に基づき分類される。 石碑はさらに芸術的な観点と根流の立地や目的により三つのグループに分類できる。第一グループは紀元前400年から600年までのものである。これらはまっすぐな形をしているが、上面は斧の葉のような形状をしている。装飾は大抵は渦巻き模様を伴う縁で、これは太陽を象徴するものと考えられる。船や、 人間や動物が描かれたものもある。これらの古い石碑は普通は墓地の近くに建てられるが、それら自体が墓の上に置かれることはない。第二グループは、紀元500年から700年までのもので、様式的な文様が施された小さなもので、小人と絵画石碑とも呼ばれる。図式化された小舟や船のほか、鳥足かと思われる角のある動物が描かれているが、 装飾が両面に施されているものもある点が、より古いものと異なっている。縁飾りの文様がジグザグ状になっているのも特徴の一つである。第三グループは、紀元700年から1100年に作られたもので、このグループには、背が高く、弓なりに長い両側面をした、いわゆるキノコ型の石碑が含まれている。このグループの石碑には、格子模様の入った方を張った船や、 異なる場所での出来事などの絵が多数装飾として見られ、石碑の周囲は様々なパターンの網目文様で飾られている。ほとんどは釘や戦いの場面であるが、馬に乗った男性が各杯を掲げた女性に出迎えられる絵もよく見られる。絵画石碑には伝説や神話の様々な場面が描かれており、北欧神話や北欧の伝説の描写と同定できるものもあるが、 絵画の背景となった物語のほとんどは文書として現存していない。絵画石碑は船や帆についての考古学的な知識を保管する様々な情報源であり、武器や馬車、ソリについての知識も得られる。このグループの後期には、周囲をルーン文字で装飾されたものや、竜などの動物文様石碑の上部に、キリスト教への影響と思われる十字架が刻まれたものが属している。 これらは、道や橋の近くなどよく見える場所に置かれた。ゴットランド島最大の海画石碑は、ブトレ教区内の園芸で発見されているが、これは高さ3.7メートルあり、8世紀の様式で、ふんだんに装飾が施されている。詳細は、EN、マンクスルーンストーンズを参照万島の背の高い十字架の破壊史には、ゴットランド島の海画石碑と、 類似した戦士や北欧の神々を題材とする装飾がたくさん施されているものがある。ありがとうございます。